こんにちは。今日の切り抜きニュースは。で、あと、まあ、浜田君の方から後で詳しく話してもらいたいと思うんですけど、まあ、このまま今代表権が年内には解決しなさそうなので、年明けた段階で浜田君はちょっと独立して政治団体を作って、斉藤君はそのままみんなの作る党に残る、まあ、在籍してそもそもさせてくれるのかどうかわからないんですけど、まあ、年明け2人が在籍して年明けてどっか1月の後半ぐらいに浜田君は別の政治団体の代表で、政策をね、やっぱせっかくいいものを作ってくれてるので、ね、発表する場ちょうどでも債権者の皆さんにご迷惑をおかけしない形でやっていこうと考えています。記者会見の冒頭で、はい、浜田君が別の団体に、はい、そうですね、ちょっとこれは詳しく説明した方がいいと思うんで、はい、まず年内は今のところみんなで作る党に2人所属をしてもらっている状態なんですけど、もちろん代表権訴訟が勝てばですね、3月29日にバックデートされるので、このみんなで作る党っていうの自体がまあなかったことになると。夜そのね、4回で雨降っていつも説明した通り試合が中止になれば、3回の表に丸いホームラン打っても全部そのホームラン なかったことになるっていうのになると思うんですけども、ただとりあえず2人今所属していると。でこのまま1月1日、まあ、昨日の5人の国会議員が出たようにですね、来年の1月1日に国会議員が所属していることを国会議員が直筆で署名しなきゃいけないですね。それを党経由で総務省に出さなきゃ政党助成金もらえないって法律があるんですね。でそこまでは、こちらとしたら2人協力しますよと。でそれが、まあ、認められた段階でおそらく1月の16日が締め切り、実質上の締め切りになるので、それが認められた段階で浜田君はそのみんなの民族党というかなを離党してですね、で、政治団体、国会議員のいる政治団体を立ち上げて、浜田君は浜田君でそっちの国会議員として政治団体の、まあ、代表者になると思うんですけど、そこで浜田君の政策を語る予定。まあ、浜田君というか、まあ、NHK から国民を守る党の政策を継がないと今その政策すら語れない状態で、それが2人が1人になっても1月1日の在籍で政党助成金決まるので、特段2人が1人になってもこの民族党の政党助成金は3億3000万円もらえるっていうのは確定するので、でそちらで、ね、浜田君が作った政治団体が国会議員が所属してるって出せば税金の控除なんかももらえるんで、まあ、彼の今一生懸命やっていく、彼がいわゆる政調会長としてやってくれている政策について発表する場とですね、まあ、別に大津の方に2人置いとく必要性はないのでっていう考え方です、はい、浜田聡議員が離党するのは大賛成です。しかし大津彩香はいい加減にしてほしいですね。本当に名前を見るだけで嫌になってきました。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を